兄ちゃんにはもっとしっかりしてほしいんだけどな。私もしのぶさんにはもっとしっかり朝起きてほしいです。あ、戻ってきた。お待たせーって、しのぶにメロッチじゃん。かずきさん、歯を磨くの早いですね。まあな、そんなに褒めると照れるぜ。コツは手を動かす速さだな。3倍くらいのスピードで動かせば1分で終了するって寸法だ。お兄ちゃん、そろそろ。そうだな、よし、じゃあみんなで行くか。そういえばお兄ちゃん、ハンカチはちゃんと持った？ハンカチ？そんなのどうせ使わないからいいよ。え、でもおトイレとか行ったら手を洗わないと。男はなくても平気なんだよな、しのぶ。あんなに長話したって誰も聞かねえよな。今日は掃除さえ終われば帰れるんだから文句言わないの。
狭山くん、確かにそれは違うと思うよ。そうよ。わあ、しのぶ、汚ねえぞ。本当にもう、真面目にやれとは言わないから、せめて邪魔だけはしないでよね。へいへい、わかったよ。嫌いなわけじゃないけど、なんか夏休みってだけで気分がウキウキしてくるのよね。
そういえば、しのぶさんも浮かれてましたね。
の？何怒ってんのよ。怒らなくてもいいじゃない。何が不満なのよ。恥ずかしいってどういうこと？姉が弟をちゃん付けで呼んじゃいけないの？私が姉だってわかると恥ずかしいんだ。言っとくけど、誰のおかげで学園に潜り込めたか忘れないでよね。全然感謝してないじゃない。じゃあ態度で示してよ。言ってくれれば認めなくもないけど。なんでよ。それは昔のことでしょ。今じゃ立場が逆転してるんだからね。それはどうかな。とにかく、しのぶちゃんは私なしじゃ学園にいられないんだからね。そして、学園にいられないってことは、とにかく、私には逆らわない方がいいわよ、しのぶちゃん。頑張る。じゃあ、双葉。
ので。バイバイ、高山ちゃん、ピラちゃん。突然ああ、よくメルちゃんが噛まれてたもんね。他の子に対してもああなんでしょ。混じったおかげね。あら？あまりといえばあまりな言われようね。らしいわよ。どんな夢見てたのかものすごく気になるわね。のぶさんのことは私が助け
心してくださいね。ペルちゃん、あら、やけに信頼してるじゃない。絶対ですよ。